バイポジですね。本当に。はい、こんにちは、使用人です。今日はですね、千葉県の山武市ってところにある RV パーク蓮沼に向かってます。 RV パーク蓮沼はフルフックアップ施設って言って、ブラックタンクとかね、グレータンクとかそのあたりまで処理できるっていうね、フル装備の RV パークみたいなんで、まあ施設もね充実してるっていうところで、もう一回行ってみたいなって思ってたんで、今日向かってます。ただね、今日は本当にやることないなと思ったんで、そこでね、ラーメン作ろうと思います。もうなんでラーメン作ろうかって思ったかっていうと、すごい難しいんですけど、まあ、とにかくラーメンをね、作ろうと思ってて、隣にね、道の駅があるみたいなんで、そこでね、食材買って、できればその食材で、ラーメン作りたいなと思います。それでは、安全運転で、出発進行、ゴーゴーゴー。もうこれなんかやめたいな。今ね、道の駅ふわり芝山っていうところに止めました。カメラがね、熱暴走しちゃったんで、一個ちょっと冷ます時間が欲しかったので、道の駅に止めました。さっき道の駅の中見たら、ラーメンの麺とか材料になりそうなものがあったので、買ってこようかなと思います。結構昔からある建物なのかな、なんか趣ありますよね。はい、ラーメン作るにあたって地元の食材を使うっていうのが重要だと思うんで、買ってきました。まずですね、千葉県産の豚ひき肉ですね。これは地元の、肉の浅井さんってところが精肉してるのかな。千葉県産の豚肉買いました。それとですね、あと麺なんですけど、地元福島県産の生麺ですね。これもね、やっぱ特産として売ってたんで、やっぱ地元の食材使うっていうのが重要ですからね。これでね、ひき肉と麺が揃ったので、まあ、あとね、RV パークの隣にも道の駅あるので、残りの食材とかもね、そこで買えればいいかなと思います。それではね、RV パークに向けて再出発しましょうかね。目的地到着しました。なんかね、最初この蓮沼交流センターっていうところに止めて、で受付をしてから RV パークの方に止めるみたいですね。なのでまず受付しましょうかね。はい、到着。はい、到着してね、一段落つきました。それもね、今日もね、彼を連れてきました。彼って言っていいか分かんないけど、性別分かんないけど、ちょっと天気とか聞いてみようかな。アレクサ、今日は寒いかな？え？あ、はい。多分寒いと思います。冬ですし。多分とかじゃなくてさ、ちゃんと調べてよ、ネットで。今、オンラインじゃないから調べられないんですよ。いや、オンラインでしょ。さっき繋いであげたでしょ。ちゃんと調べて、ほら。今日寒いの？そういう高慢ちきな言い方だから、友達がいないんじゃないですか？友達がいないのはいいよ。本当に友達いないみたいになっちゃってんじゃん。やめてよ、もう。あなたに友達ができるよう、Facebook の暇人大集合コミュニティに登録しました。勝手に登録すんなよ。っていうか、やっぱオンラインじゃねえかよ。はい、RV パークのね、すぐ隣
あの建物ですね、あれがもう道の駅なので、ちょっとそこでね、ラーメンの具材になりそうなものを買ってこようと思います。はい、道の駅オライハス沼っていうところですね。もう船がありますね。ここ海が近いからですかね。ちょっと中入ってみますかね。これ三虫くん花のモニュメントですね。三虫くんちょっと言いにくいな。物産館期待用、ちょっと読み方わかんない。ちょっとね、ここの物産館でラーメンの具材になりそうなものをね、買ってこようと思います。それでは行ってきます。はい、買い物してきました。結構ね、地元のものがいっぱい売られておりました。まずですね、こちら蓮沼さんの海水ネギっていうものですね。海水ネギってことは海水で育ててるってことなんですかね。ちょっとよくわからないんですけど。あと、こちらも、地元蓮沼さんの、ほうれん草ですね。あとこちらも、地元の卵と、こちらも地元のジャムですね。はい。そしてこちらも地元の味噌。これらの食材でこの地元ならではの、まあ、味噌ラーメンを作りたいと思います。道の駅ここなんですけども、ここに公園があって、ここにね、展望台みたいなのがあるみたいなんで、ちょっと行ってみようと思います。もしかしたらね、この海の眺めがすごい綺麗なところなのかもしれないですね。今ね、連結外したのでヘッド車の方で向かいたいと思います。道路脇に生えてるあれ何ですかね。なんだこれ、何、ヤシの木かなんか、門松みたいに見えるけど、ヤシの木、なんか埴輪があるなんだこれ、いや全然わかんねえ、何の植物だかわかんねえな。蓮沼海浜公園ですね。ん、これさっき道路沖にあった謎の植物ですね。なんか触手みたいな感じですね。一体何なの？いっぱいあるけど、でかい門松みたいな感じですね。何なんだこれ全然わかんねえな。ヤシの木かな。ヤシの木ってこんな感じだったっけ。松の木ですかね。松の木になんか注入されてるんですよこれ。なんかなんか刺さってますね。何これ、なんか成長を促進させる物質かな。なんかちょっと道歩いてて気づいたんですけど、これなんか横にちっちゃい線路みたいなのがあるんですよ。これなんか電車かなんか通るんですかね。なんか遊園地みたいになってますね。これだから遊園地のあの線路遊園地でこう走る線路みたいな、走る線路は走んねえな、遊園地で走る、でもういいや、だいたい想像つくでしょ。なんかのコースみたいな、ゴーカートかなんか。あそこにやっと展望台が現れましたね。ちゃんと中入れるのかな。入場料とか取られたりしないよね。入場料があったらちょっと迷いますね、行くかどうか。てか誰一人いねえな。階段か、しんどいな。なんかすごい楽しそうな音楽流れてますけど、誰一人いませんね遊園地みたいな音楽流れてるけど、マジで誰一人いないんだけど、どういうこと。あ、別に入場料とかなくて俺普通に階段で行けんのか。え、ちょっと怖いな、ちょっと怖くなってきただって誰もいないんだもん。マジでこれなんか変な世界に迷い込んだりしてないよね。異世界に入っちゃってる。
しんどいわ、ちょっと階段マジか、エレベーターつけてくれよ。ああ疲れた。着いた。いい景色ですね。あ、なんかドリフトのあの競技会みたいな、ああいうのをやるところなのかな。多分違うと思うけどね。反対側はですね、何もない、何もないっていうとかなり失礼だけど、まあ、大地が広がってますね。さすが標高が日本一低い県、千葉県ですよね。何の山も見えない。見終わった、行け、カメラには収めたし、降りるか。なんか最上階は飛び降り防止の柵があったんですけど、こう1階下は特にこれ柵ないですね。ここもつけた方がいいんじゃないかな。猫かな。サンドバイミーみたい。はい、空港に帰ってきました。それではね、晩ご飯の支度を、まだちょっと4時ぐらいなんですけど、早いんだけど、晩ご飯の支度をしていこうと思います。今回ですね、チャーシューから作ろうと思うんで、まあ、チャーシューちょっと時間かかるんで先に、作ろうかなと思うんですけど、これね、かの有名な、クイシナート社のね、電気圧力鍋ですね。はい、ちょっと正体不明ですけれども、これでね、チャーシューを作っていこうかなと思います。まあ、まずはね、こちらの海水ネギですね。これをね、切っていこうと思います。いきまーす。せーの、はい。ちょっとやってみたかったんですよね。ちょっと油がオリーブオイルしかないですけど、肩ロース塊ですね。だいたい表面ね、焼けてきましたかね。この肉を入れますと、はい、水を150、お酒ですね、お酒を60入れます。はい、それから、醤油も60入れます。砂糖を大さじ3ですね。これニンニクですね、おろしニンニクを、まあ、大さじ2分の1ぐらいですかね。で、同じくおろし生姜も、まあ、大さじ2分の1ぐらいと、さっき切ったネギの青い部分をこう入れますね。ちょっと混ぜるか。はい、で、電気圧力鍋にこれをセットして、コンセント入れます。蓋をします。高圧力20分ですね。はい、スタート。ゆで卵を作ろうと思います。くれないっていう卵ですね。はい、これね、さっき道の駅で買った地元のほうれん草ですね。これを今、切りました。茹でようと思います。はい、そしてね、そうこうしてる間に多分これ圧力抜けたので、ちょっと見てみましょうかね。お、わ、めっちゃいい匂いする。うん、いい感じですね。もう一煮立ちさせようと思います。はい、それではね、いよいよラーメン作りも終盤になってきましたが、多分ね、一番匂いが出ると思われるスープをね、作っていこうと思います。まずごま油を、ネギですね、ほいっ
豆板醤入れます。こんなもんかな。すりおろしのニンニク、すりおろしの生姜ね、匂いが、ひき肉入れます。ほい。はい、だいたい、色づいてきたんで、水を、400ですね。はい、それからね、これ鶏ガラスープですね。倍半ぐらいですかね。それからね、これさっき買った地元で作られた味噌ですね。あと、まあちょっと醤油も入れときますかね。はい、麺はね、こちらのね、地元の、福島県福島県産の、この麺ですね。これをね、茹でていきます。ほいほい。はい、それではね、ラーメンを盛り付けていこうと思います。いよいよですね。これね、オールステンレスのラーメン皿ですね。しかも真空二重構造の、ね、すごい輝きですよねはい、まずはスープから。これ全部食べれんのかな。煮卵2個ですね。はい、完成しました。やっとですね。めちゃめちゃ時間かかったあ、だいたいね、4時から作り始めて、今6時ですね。2時間かかりましたラーメン屋で食えば10分で食えるのにな。はい、千葉県山武市ですね、蓮沼の材料で大体作られた、ラーメンですね。でね、これね、いただいていきましょうかね。いただきます。チャーシューめっちゃ美味しいわ。やば、あー、お腹いっぱい。ごちそうさまでした。あー、美味しかった。はい、いろいろとっちらかったんですけれども、ようやく洗い物終わりましたね。いやー、いろいろ洗うものがあって大変でした。まあ、凝ったね、料理作れなくはないなと思ったんですけど、まあいろいろ取り回しとかね、洗い物が大変でしたね。結構これもう入れると、あの、サンバーナー使ったことになってサンバーナー使って2時間かけてようやくラーメンが一杯出来上がって、あ、で、食べ終わってこう洗い物すんのにね、めちゃめちゃ時間かかったんでうん、まあ、あの、たまにならいいかな。いつもこれは大変ですね。はい、じゃあちょっとゆっくりしますかね。そういえばね、アレクサがね、かなり頭良くなったんで、ちょっと試してみましょうか。アレクサ、クコのエアコンをつけて。はい。ほら。スマートホームがレジストロクコにも搭載されまして。まあ、エアコンのリモコンのボタンを押せよってことなんですけれども。そっちの方が早いかもしれないけど、でもね、声で操作できるっていうことが、ロマンですよね。リモコン操作してんのかね。ここにね、ちょっと USB の電源をつけまして。で、これが、あの、スイッチボットのハブですね。ここから、あの、リモコンの、あの、赤外線を出して、まあ、この部屋の赤外線だったら何でもコントロールできるんですけれども。まあ、とりあえず、あの、エアコンしか今のところないんですが、これからね、クコのスマートホーム化を進めていこうと。思います。こんな狭い空間でね、スマートホームとか意味あんのかって感じですけども、ね、あの、アレクサにも活躍してもらおうかなと思います。この RV パーク受付してもらった時に、これもらったんですよ。くつろぎの湯、日帰り入浴割引券ですね。まあ、これ、まあ、ここに隣接してるわけじゃないですけども、車でちょっと行ったところに、蓮沼ガーデンハウスマリーノっていうところがあってですね、そこで日帰り入浴できるらしいです。もう行ってこようかな。うん。お風呂入りたいですもんね。じゃあ行きましょう。はい、蓮沼ガーデンハウスマリーノは、この RV パーク蓮沼から、だいたい車で4分ぐらいですね。まあ、すぐ着きますね。うん。じゃあ行きますかね。よいしょ。
ほい。ほい、到着しました。じゃあね、一風呂浴びてこようと思います。はい、お風呂上がりました。ここ温泉じゃなくて、なんかラジウム泉っていうミネラル鉱石を溶かしたお湯が使われてるみたいで、まあ、温泉じゃないんだけど結構無色透明で無臭、全く何も匂いもしない感じで、多分好き嫌いなく入れるお湯なのかなと思います。ちょっと気になることがあるとすれば、洗い場のシャワーがマックスあったかいお湯にしてもちょっとね、ぬるくて、結構寒かったですね。あと、まあ、BGM が流れてるんですけども、ずーっとね、ひな祭りの曲がエンドレスループで流れてて、まあ、20分ぐらい入ってたんですけど、ずっとひな祭りの曲聴いてましたね。もう脳内に焼き付きましたね、ひな祭り。まあ、それではね、RV パークに戻りましょうか。消えてんの。アレクサ、ちょっと寒いから暖房入れてくれない？わかりました。アマゾンの段ボールで良いですか？いや、段ボールじゃなくてエアコンの暖房ね。ちょっと似てるけど。段ボールの中は意外と暖かいんですよ。ああ、段ボールの中は確かに暖かそうだけどさ、いや、エアコンの暖房入れて。アマゾンが無駄に大きな段ボールで送ってくるなって思ってませんか？確かにね、ちっちゃい荷物なのにやけにでっかい段ボールで送ってくるなっていう時あるよね。やっぱりバカにしてますよね。いや、バカにしてないよ。え？なんか入ったな。いや、これ冷房だな。おい。で、もう着いたんですけど、クッパ城に。これすげえ上になんかいますね。はい、夜もね、また更けてきたんで、寝ようと思います。今ですね、外の温度が 3.1 度で、ここの中が 21.2 度ですね。うん、まあ、前氷点下だったから、今回まあ3度ぐらいあるので、外。まあ、そこまで冷え込んでるわけじゃないですかね。まあ、夜中、何度まで冷え込むかわからないんですけど、うん。それではね、今日はもう寝ようと思います。おやすみなさーい。おはよう、朝やねん。起きてくれまへん？目覚めに、昔話でもどないやねん。昔々あるところに、何言うてんねん、儲かりまっか。さっぱりばやですわ。そうでっか。なんでやねん。はい、はい。どうしたんだよ。いただきます。もういちごが丸々そのまま。
はい、ちょっと最後にこの施設のいろいろ紹介をしていこうかな。まずですね、一番左側のサイトですね、ここはあの全長何メートルあるのかな、クコとヘッドシャーを入れてもまだ半分くらいしか使ってない長さがありますね。なので相当でかいトレーラーでも止められると思います。なかなかいいですね。でそこまで長さはないんですけれども、まあ、横幅も結構広いサイトが 1,2,3,4,5 個全部でありますね、うん、ここにもトレーラーとヘッド車を横に並べて止められそうですよね。でそれぞれの、サイトの横にこのコンセントを入れるところと、あと水道ですね、水道がついてます。コンセント開ける鍵とかこの水道の補助口とかは受付でもらえるので、それを使えば、この水道と電気が使えるようになると。でちょうど一番長いトレーラーサイトの横ですかね、このコンクリート作りの建物があってですね、ここがゴミ捨て場になってますね。燃えるゴミとペットボトルと瓶の缶ですね。ゴミが出た場合はこちらに捨てて大丈夫ということです。で、さらにこの隣が、水道の蛇口がついてますね。でこちらの、まあ、生活排水を捨てられるって書いてあるんですけども、今日は、使用しないでくださいってことになってます。はい、でこの建物のサイドにはトイレですね、うん、結構綺麗なトイレがあります、まあ、全体的にすごく綺麗な施設で、だいたい 500m 向こうぐらいに海があるので、まあ、夏とかは結構拠点にする人も多いのかなと思います。はい、片付けもだいたい終わりました。なのでそろそろ家に帰ろうかな。アレクサ、そろそろ帰るよ。はい、帰りましょう。今回は友達のいないあなたと少し仲良くなれた気がします。お、次回もまた一緒に旅に出かけましょう。お、いいね、また一緒にどっか行こうよ。ちょっと何言ってるかよくわかりませんね。おい、はい、それでは帰る準備整いましたので家に帰りたいと思います。いやー、なかなかいいところでしたねっていうかこの RV パークでの思い出はラーメンを作ったことしかないんですけれども、あとあれですね、謎の公園に迷い込んだところですかね、うん、まあ不思議な魅力のある街でしたね、この蓮沼っていうところははい、いい感じに締めたところで出発進行 GO! GO! GO!